天は黒雲に覆われろ。この世に異変をもたらす彗星よ、きらめく長い髪を大空に降り立て、絶えず謀反を起こすフランスを鞭打ってくれ。奴らの暗躍がヘンリーを死に追いやったのだ。あまりに名高いために短命だったヘンリー五世を、イングランドがこれほど優れた王を失ったことはない。いや、イングランドは彼の時代まで王を持ったことはない。彼は天下に君臨すべき王々しさの持ち主だった。なんと言えばいい。彼の偉業は言語に絶する。彼の死を悼む喪服の色は黒ではなく血の色がふさわしい。王ヘンリー五世は死んだ。もう決して生き返らない。我々の栄光をこうまで覆した妖術や魔術を操る狡猾なフランス人ども、奴らが呪文を唱えて彼を死に追いやったとみなそうか。彼は王の王たる神に祝福された王だった。フランス人にとって恐ろしい最後の審判の日も、彼は天使の軍団を率いて戦い、教会の祈りのおかげで順風満帆。教会、そんなものがどこにある。坊主どもが祈り殺さなければ王の命の糸はこれほど早く切れはしなかった。貴様らが好むのは軟弱な君主だ。脅しが効くからな。グロスター、我々の好みがどうであれ、お前は摂政、君主も王国も意のままに操るつもりだろう。それにお前の高慢な奥方の欲深さときたら、信心深い聖職者もかなわない。信心を言うな、肉欲の塊が。一年を通して教会へ行くのは自分の敵の破滅を祈るときだけだろう。諸教のご健勝を祈り上げます。フランスからの悲しいお知らせをお伝えします。損失、虐殺、敗北の報告です。ギュイエンヌ、シャンパーニュ、ランス、ルーアン、オルレアン、パリ、ジソール、ポワティエは全て敵の手に落ちました。パリが落ちたのか、ルーアンもか。どうして落ちた。どんな裏切りがあったのだ。裏切りではなく兵力士力の欠乏のせいです。兵士たちもこう不満を漏らしております。こちらでは皆様がいくつもの派閥に分かれ、軍を組織して戦闘態勢に入るべき時に総論ばかり論じ合っている。ある方は戦争を長引かせて出費を抑えようと言い、ある方は直ちに飛んでいきたいが翼がないと言い、またある方は巧みな弁舌を操ればビタ一文出さずに和平が結べるとお考えになる。目をお覚ましください、イングランドの貴族諸君。時を空飛し、手に入れたばかりの栄誉を曇らせてはなりません。イングランド王家の紋章に加えた百合の花は抜き取られ、その紋をつけた盾の半分は切り落とされております。諸教、この手紙の束をご覧ください。悪い知らせばかりです。フランス皇太子シャルルは乙女ジャンヌに指揮を取らせ、凄まじい勢いで進軍を続けております。フランスは完全にイングランドに背き、残るのは取るに足らない小さな町がいくつかあるのみです。仮にこの葬儀では涙がせき止められているとしても、この知らせには国中がとうとうたる涙の流れになるだろう。城壁の上に軍旗を掲げ、はためかせなさい。
オルレアンはイングランドから解放された。私が神から授かったのはイングランドを鞭打つ役目。乙女ジャンヌは約束を果たしました。真面目、ここは苦しいの極みだ。あの小娘が、魔女が、あの忌まわしい妖術使いが、地獄のような不意打ちを食らわせやがった。我が軍は勝ち誇るフランス軍から逃げるのがやっとだった。あの汚らわしい悪魔、悪意に凝り固まった魔女、小娘、さあまた一戦交えよう。でなければトールボットをこうして恥にまみれたまま死に追いやるがいい。大した剣幕だな。カッカは私をバカだと思いか。この町はもうこっちのもの。今さらどっちのものか決めようとするわけがない。減らず口を叩く魔女の親玉に言ってるのではない。俺の相手は他の奴らだ。軍人らしく出てきて戦う勇気はないのか。フランスの卑しいバテイどもが。紳士らしく出てきて武器を取る勇気もないんだな。さあ、我々はこっから離れて進軍だ。イングランドの身代金次第では解放しよう。さようなら、閣下。お前の最後はまだ先だ。諸教、トールボット教が。トールボットが殺されたのか。あれほど立派な指揮官が。生きておいでです。しかし捕虜となりました。フランス軍は身代金を要求しています。他の方々もほとんどが戦死か囚われのみ。猶予はなりません。イングランド軍は疲弊の極みにあり、援軍を待ち望んでおいでです。トールボット教のもとへ直ちに援軍を送ろう。フランス皇太子は玉座から真っ逆さまに地獄へ突き落としている。奴の王冠が我が友トールボットの身代金だ。諸行、ヘンリー五世王への誓いを忘れるな。我々はフランスの軍を叩き潰す。さもなく幕引きにかけて我々の支配下に置くと誓ったのだ。私は大至急幼い王子のおそばへ。近くでお身の安全を図るのが一番だ。では私は急いで要ヘンリー六世の即位宣言の準備にかかる。めいめい立場に応じた務めがあるわけか。俺一人がのけ者だ。何もすることがない。だがいつまでもお役御免でいるつもりはない。密かに王子を盗み出し摂政となり、国家というこの船の面舵を取ってやる。